東京渋谷にありますこちらの美容室でも IoT がふんだんに活用されています。まずこちらの、はい、このお店の紹介について教えていただけますか。簡単に言うと美容師さんに場所を提供する場所っていう感じですかね。皆さんで場所をシェアして使っていただいて、まあ、気持ちよく仕事をしていただける環境を整えるっていうことになります。今回こちらのお店では、はい、IoT が導入されているということなんですが、問題点というのはどういったことにあったんでしょうか。そうですね、各店舗にコミュニケーションマネージャーという、管理する役割を持つ人がいて、その方に対しての仕事量の負担が結構大きくなっていって、例えば所属される美容師さんのことをクルーって呼んでるんですけれども、クルー同士のコミュニケーションを円滑にする仕事だったりとか、必要な材料などを、発注する仕事だったりとか、何ですかね、材料を置く場所を作るとか、いろいろ環境を整える仕事が多くなってきて、発注業務っていうのがすごく時間との戦いだったり、手間になったり時間を取られることが多かったりするので、その部分を自動化できたらすごく便利だなと、負担が減るのではないかなというところから始まりました。IoT はどのように、はい、どこで使われているんでしょうか。今この中でかかっていて、はい、よいしょ、はい、その部分ですね。あ、この下ですか、この台ですか、はい、そうです。スマートマットって書いてあるこの板が重さを測るシステムになっていて、その上で何を測るかっていうところで設定を一個一個しております。これでも持ち上げてしまったりすると、はい、これカウントされる、カウントされない、どうなってるんですかね。そうですね、その時間帯は特にカウントされてないんですが、はい、決まった時間に重さを測る設定になっていて、その時間にちゃんと置いてあれば問題ないんですが、ここの場合ですと朝の9時に重さを測って12時半に発注をかけるといったシステムになっておりまして、その時間にいくつあるかっていうところが重要なところなので、その途中経過ではいくらずらしても大丈夫です。便利ですね。はい、だいぶ便利です。ありました。何台あるんですか。このお店では全部細かいもので入れると10台ぐらい。10台、はい、置いてます。これ10台すべてシャンプー、リンスと、あとドリンクとかもありますね。ドリンク、はい。ちなみに費用の面はどうなんですか。はい、そうですね、やっぱり人の負担を考えるとかなり手軽にできるのかなっていうところはあります。意外とその一個一個のコストで見ると、あ、こんなに値段安いんだっていうぐらい安いです。なるほど、はい、こう人件費もこうカットできる、コストカットにもつながるんですね。はい、この抽出されたデータはどのように管理されているんですか。はい、パソコンで結構簡単に見られるようになっていて、はい、こんな感じで今ここに出ているのがシャンプーと、これがリムーバー、薬剤がついた時に取る薬剤ですね。フェイスガーゼだったりシャンプー中にかける、顔にかけるものとかってことなんですけど、こういったもので管理をしていて、今残量が何個あるのか、でこの行き地っていうところ、こう2個に達したら発注かかりますよっていうところで設定をされていて、1日1回9時にかかりますよというところが一覧で分かるようになっています。結構ここの画面に関してはパソコン初心者でもすぐ分かる形になっているので、見やすい、使いやすい感じになってます。そうですね、これ簡単に操作もできますもんね。はい、そうなんです。これだから、もしもうこれ以上発注しなくてもいいとなれば、このパソコン上で管理することもできるんですね。はい、そうです、チェックをして発注ストップってやるだけで発注が止まるので、便利ですよね。はい、システムを開発した企業に詳しい話を聞きました。ちょっと実際に実際のハードウェアも用いてなんですけれども、重量センサーとですね、Wi-Fi のモジュールを搭載した、ハードウェア IoT 機器になっております。コンセプトとしては非常にシンプルで、このハードウェアの上にですね、在庫管理を自動化したい商材を載せていただいて、で、その1個あたりの重量を入力いただくと、それを割り算でですね、今この上に載っている商品がいくつあるかといったものをですね、自動でクラウドに送信するというサービスになっています。
載せた後なんですけれども、このハードウェア自体は計測と定期的に通信を行うという形になっておりまして、で、間にクラウドサーバーを介してですね、メールアドレスであったりパスワードを入力いただければ、ユーザー様がですね、ご自由に入力いただくような、そういった管理画面の構成になっています。スマートマット最低1日に1回はですね計測を行うので、そうすると在庫管理されているスタッフの方が実際に現場に行かずともですね、その画面にアクセスをすればですね、今、商品がいくつあるといったものが、網羅的に分かるといった点が特徴です。もちろん、製造業であったり他の業種のユーザー様含めてですね、見える化が進むといった点を評価いただいて、導入いただくようなケースも多いんですけれども、やはり大きい特徴の一つとしてはですね、一定の発注点を下回った際にサプライヤー様に対して自動発注ができるといった点も強みです。やはりポイントとしては、そのソフトウェアだけのですね受発注のシステムですと、どなたかが実際の在庫数の確認、入力業務といったものがですね発生するといったところで、人が介在するプロセスですと、そこにはミスであったり忘れるといったようなことが発生してしまいますので、その実際の在庫数確認も含めてですね、自動化できるといった点がですね、多くのユーザー様から支持いただいているという部分になります。製造業のお客様を中心になんですけれども、まだまだ在庫が非常にダブついている、要は過剰在庫になっているといったようなケースは多く聞かれます。そういった際にですね、在庫の実際のトレンドが見えることによって、それを最適化するといった機能も今実装しているんですけれども、そこに加えてですね、定期的にレポートのような形でどれぐらい在庫圧縮ができましたか、その経営に対するインパクトはどれぐらいでしょうかといったようなですね、各種分析の機能といったものを今後強化していきたいというふうに考えております。 IoT に進めていく中で何がどれだけ必要なのかっていうデータ取りっていうのも合わせてさせていただいていて、これからこういったシェアサロンをオープンするにあたってのパッケージ作りというか、そういうのを視野に入れていて、例えばこういった業界を始めたいけれども始め方がわからないという方に、1から10までパッケージとしてお渡しできるような仕組み化もしております。 IoT であったり AI といったような名前だけでですね、ちょっと難しいんじゃないか、自分たちには合わないんじゃないかということで、導入を躊躇されるようなユーザー様と、そういった方々は数多くいらっしゃると思うんですけれども、いろいろとお悩みの方々いらっしゃると思うんですけれども、まずはですね、少数台を使ってですね、どういうふうに DX 化であったり自動化を進めていくかという、糸口を模索いただく上でもですね、前向きにですね、導入であったり、御社の課題に合うかといったところでですね、ご検討いただければと思います。